ね。お、雲の糸。何これ。わあ、これすごいな。水子関係なんてこういうのかな。暗いな。あ、頂上。奥の院。迷うな、これ。てか、これが。奥の院なんやか。うん。こっち？なんか、ちょっと怖い。あ、これか。すごい水音。めっちゃ名刺が貼られてる。なんだ。怖い方行きますか。待ってる？待ってる？じゃあ。城跡があったんですな。あ、怖いじゃん。何系の怖さ？この辺怖い。この辺、もうそこが。ここ。あ、じゃあそこに祀られてるやつがって感じか。ちょっと。だかね。うん。このろうそく立てのどこが怖い。こっち？ここ。ここ。ここ、うん。ああ。なんかそっち向くと頭ふわっとくる。じゃああんまり向かずに通り過ぎますか。猫さんさ、うん、のさ、信用できないんじゃないけどさ、うん、そっち向くとなんかふわっとくる。うん、なんで。まあ、うわ、すごいな、上から見ると。ああ、そうだね。こっから上は本当に明かりないな。どうした？シートが、こういう音がした、どんどんって。一応、なんだ、お祭りされてんのか、物置みたいになってんのか。あ、お不動産あるね。めっちゃあるよ。めっちゃあるね。あ、大丈夫？これは…うん、やめよう。ちょっと本当山登りやってるわ。振り返って夜景見よう。夜景綺麗だよ。本当。うん。じゃあ降りましょう。ごめんね。いいよいいよ。また今度見るんですよ。これはちょっとね、厳しいです。こっちが見てくる。あ、なんもないわ。
そういう突風はまだ吹いてないですな。だいぶ後ろにいるから。こういう書き方だから、頂上八方堂入り口、笠間城址跡だから。降りましょう。いやいい汗かいた。いやいや、思ったより広いな、本当に。もっとちょっと下ぐらいのとこかと思ったら、ちょっと行ってみる？ちょっと行ってみようか。じゃあああ、不動明王さんが、ああ、もう新しいな。新しい不動産。やっぱ名刺置いてあるね。え、なんなの、出世とかかな。こっちから降りるから降りますか。こうしてるね。ああ、そこ狭間城址への道がそっち側にもあるわ。で、山ぐるっと回るな、これ行ってたら。途中で、こんなに広いと思わなかった。どっちから降ります？どっちから降ります？どっちからって？じゃあ来た方から。いや、スロープと階段と。じゃあ階段でいいか。来た道を帰りましょう。ああ、ついてきたぞ。ぽい感じがして、はいはい。まあ、いなくなったんだ。何よりっていう言い方は変だけど、まあまあ、変なもの拾って帰ってこなくてよかった。ここすごいよな、これ。ここ行けるんじゃない？いや、行けるけど。結構怖いね。そこの真ん中道登っていけんのかな、さっきの分岐のとこじゃないの。ああ、覚えてくれ、合流するのか。ちょっと行く気起きないけど。あ、行ってくる。私ここで待ってるよ。いや、なんか蹴っ飛ばしちゃいそうで怖いのでやめときます。そこつものなので。ちっちゃいからね。そうなんです。新スポは行くけど不敬な扱いはしたくないので、不敬な行いは。
こはあれだね、一度昼間に来るべきだね、うん、来て全容を把握して、この人天狗さん、うん、これ、うん、これって、うん、この、これ、こう、え、嘘でしょ、何か、この手前の、うん、色ついてるかと思った、身代わり延命児童村、うん、普通に普通に灰色ですけど、あの、ね、うん、目がちゃんと、うん、あの眉毛とか、うん、目とかこの感じじゃないのよ、この影の感じじゃなくて、うん、口も赤く見えて血色があったってこと、っていうかこの人肌色だと思ったの私、お目も目赤もつるつるで、何色でしょ、なんでいたんですかね、なんかあっち見て、あっち見て、ほらライトをあっち見てると、ほらこうなるじゃん、あこういう感じじゃなかったのよ、ちゃんと白目があって、うん、黒目があったので、口もちょっと赤かったの、だからあれって思って、これね、すごいでしょ、就職できるんだよ、これもできる、うん、うん、あれなんでちょっと、よっかい、っ大丈夫、不動産が払ってくれた、延命事業と目が合っちゃった、長くできるのかな、これどころが一切風吹いてないね、ピンって言ったね、言ったね、何の音、鳥、まあ上に人いるんだったらなんかお参りの音とか鈴鳴らした、檻鳴らした音かもしれない、こっちからしなかったね、うん、まあ山だから反響ってことあるからね、何の反響、あの山陰に、ほらほらほら言ってるもん、ピーって聞かんもんじゃなくて、あ、本当だ、モーター音の感じだ、これじゃなくてピンって言った、うん、いやそんなこんなで笠間不動尊でした。